はいえー、ドカティスクランブラー62ですね。はいえー、このスクランブラー、はい、400cc でございます。はい、あまりあの知られてない、まあ、知られてなくもないと思うんですけども、ドカティはです、ね、意外と 400cc を出しています、はい。モンスターにも400の設定があったりとかですね、日本の市場、400というのは日本,日本の,です、ね、あのガラパゴス排気量ですので、えー、間違いなくです、ね、日本の市場に向けた アプローチであるというふうに言えるんじゃないかなと思います。大変にありがたいですね。あのまあ、日本だけではないとは思うんですけども、まあ、今ね、えー、非常にこう日本が経済的に弱くなってるっていうのを肌で感じるほどですね。えー、物価は高いわ、円は安いわ、あ輸入車もものすごく高いわ。 もういろんなことが生活しづらいなと思うところが多い中です、ね、いまだこういうモデルがです、ね、あるというのはです、ね、大変にいいいとところかなと思います、はい、全然話変わるんですけれども今年のテーマはです、ね、私、笑いをこう積極的に取っていこうというふうに考えているんですがながかなかバイク紹介動画で笑いって難しいんですね。 というわけで、笑えるかどうかはわからないんですけども、えー、これからですね、このこのドカティですね、えー、というバイクの呼び方の、えー、パターン分け、えー、モノマネをおやります。はい、まず、えー、普通の人、普通のバイク乗りの人があ言うドカティの言い方。うん、あ、ドカティなのね、ドカティ、ドカティ。はい、えー 陸運局車検とかやってるんですね。えー、陸運局のお人が言う,うドカティの言い方やります。三百七十五番のドカテイ、ドカテイの方、ドカテイ。車検証にはですね、ドカテイって書いてあるんですね。はい。えー、次に、えー、映画で ね、トム・クルーズとかねあの、バイク好きじゃないですか映画で、えー、ドカティが出てきた時の、えー、俳優のおドカティのお呼び方やりますおっあがるドゥカリードゥガリーですね はい、えー、英語圏の発音ではガーリなようです僕ねこの「ドゥガーリー」はいね、ーリーっていうのをですね、えー、何年前かなすっげえ昔ですよ。30ぐらいの時にお客さんの男の子に言ったらですね何がつぼったのかわかんないんですけどもすっげえウケましたしばらくね彼あのドゥガーリードゥガーリーいや、ドゥガーリーって言ってましたね。はい 二十歳にもなってなかったような気がするんだけど。<laughs> はいで,えー、で、すみません、バイクの話に戻ります。あので、この、まあ、400cc のです、ね、排気量、何が違うかというとですね、ボアだ,けなんですよだから、まああのまあ、細かいところの話はね、置いといて、あのなぜこんなことを言えるかというとですね、昔、モンスター400の、えー、シリンダーだけ、えー、と7半とか、 900とかのシリンダーポン付けで変えられるっていうですねそういうそのまあ良くないカスタムがありました良くない改造ですねボアアップがありましてですね結構やってる人がいたんですねだから 400cc のモンスター要は中面しかないんだけども400のモンスターを改造して大型化して楽しんじゃうっていうのはですねでまあ昔結構やってる人がいましたはい。 あのでまあ、僕はやったことないんですけどで、まあ、それが物語るのは要は排気量以外は大型車と何ら変わらんクオリティでできているよというところが言えるんじゃないのかなと思います。でスクランブラーというのはですねあのドカティ、まあ、ドカティって今までこそです、ね、あのスーパースポーツとかですねああいうその、ね、カットビレーシング系バイクなイメージだと思うんですけども。 あのいろんな車種を実は出しててですね、えーまあ、ツアー全然売れなかったんだけどツアラーあのとかツア,ラーアドベンチャーツアラーみたいなとこ出してたりとかあと、あのー、今多分なくなっちゃったと思うんだけどオフロード出してたりとか、まあ、モタードなんかはね、えー、ずっとやってますけどももともとこういうですね、あのーまあ、ロカティはオーストリアですけども KTM とかもそうなんですけども割と。 オフロード系のバイクにすごい特化してた時期がね必ずあるんですよ。でその中でこのスクランブラーというのがですね昔ラインナップがあってそれが復刻してでそのあとに62という、ね、400cc のモデルが出たというのが経緯です。はい、でその62というのは何かというとこれね確かなんだけどあのドカティの創業年だった たような気がします。はい、多分ドカティの創業年ドカティの創業年か、これの元になったモデルのスクランブラーが売られていった発売されたあ、年だったと思います。だから1962年にちなんで 6t2 とこういうことですね。はい。で、スクランブラーというのはどういうものかというとですね。オフロードバイクとあのオンロードバイクの中間地点ですね。まあ、そんなにすごいところは走れないけども。昔のその。 舗装があまりうまくなかった時代に、えーまあ、現場に急行する例えば消防とか救急とかですね、えー、それを先行して到着するための仕様だったなんて言われていますだからタイヤパターンは基本的に前後ともオフロードっぽいパターン、まあ、これブロックに近いんですけども、はい、パターンで,でこれは、ね、ダウンマフラーなんですけど基本的にスクランブラーだとアップマフラーが主流だったようです。はい でストローク長の長いサスペンションを履いていて、えー、タ,ンクいタンクじゃないハンドルについてはワイド,ワイドトラッカーハンドル、ね、オフロードの操作性を重視したワイドトラッカーハンドル、はいでえーまあ、タンクはもちろん法則ですね。ねこれはまあもう本当に昔の オフロードっていう感じの、えー、タンクとシートレトロな感じでストレートシートでいいですね。はいえー、というような形で基本的に空冷、まあ、空冷しかない時代の発想ですから空冷で、えー、車重はなるべく軽くできていたというのが、まあ、スクランブラーですね。で、まあ、それがあ,のあれこれ転じたりしてあのフラットトラックレーサーになったりとか本当にオフロードバイクが出てきたりとかいろいろな発生を遂げていきました。はい だから基本的にスクランブラーというのはですね、えーまあ、ネオクラシックを語る上で外せない存在なんですけどもあの、まあ、ずっとラインナップしてたところもあればですねやっぱスクランブラーという車種自体一時そのラインナップから全部パッとこう消えてたんですね。でそれが 少しずつ復活していって今僕が持っているです、ね、BMW の R90 スクランブラーもそうなんですけどもあとはその日本の4メーカーでもです、ね、スクランブラー出してますからそういった形で最近になってです、ね、ようやく、まあ、ネイキッドとかアメリカンスタイル、まあ、クルーザースタイルと一緒にスクランブラースタイルっていうのが最近すごく定着したなという気がします。はい、面白いですよね昔は 1> 昔1、一回途絶えて、それからそのファッショナブルな形で、ね、復活してくるっていうのねなかなか非常に面白いものだなと思います。はい、ちょっと室内なんで、あんまりかけられないんですけど、エンジンかけようか。えー、っとっよいしょ、手がね、手がかじかんでて、なかなか、よいしょ、入った。 うん、いい音だ。はい、すいません。室内なんですぐと思いますけども、えー、ドカティらしいですね。えー、ガタガタ、ガタガタというですね。ガタ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 っていう,こうエンジン音。何かというとそれは L ツインという呼ばれる形式のエンジンから絞り出されるサウンドです。ここ、こういう形になってますね。 これは L、L ツインです。よく V ツインと混同されるんですけどもドカティだけはうちの,のは V ツインじゃなくて L ツインですっていうふうに言い張ってます。はい、なので L ツインです。で L にしてはちょっとこう開いてるような気もするんだけどな。えー、で、まあ、このエンジン自体は空冷のエンジンですね。でここの中何が入ってるかっていうとですねタイミングベルトが入ってます。はい、開けるとあの出てきて面白いっていうかかっこいいですよ。はいまあ、開けないでほしいですけど。 えそんな感じですで、えー、とあと、その、まあ、外車を買われる上でいろいろメンテナンスとか気にされている方がい,らいらっしゃるかと思うんですけどもあの別に国産車と同じです、あの普通にその近くのです、ね、ディーラーさん行って点検を受けていただければです、ねえー、普通に受けられますのであんまりあのなんかこう肩を張る必要もないんじゃないかな。 であとドカティというブランドは昔はねキャブの頃はすげえ機嫌悪かったんですよあの壊,れ壊れるっていう意味でね壊れるっていうかエンジンかかんないとかねでキャブの頃その使ってた当時のキャブがあのデロルトとかねああいうキャブを使ってたんですけどもあの非常に性能が良くないというかですね まあ安定しない、まあ、パワーは出てたんですけどでそれがあの日本製の三国に変わってですね急に素直になってきてでさらに今この時代になってくると EFI になってますのでまあドカティがそのね壊れ ドカティは壊れないっていうありましたけどあの壊れやすいって言われた時代とはだいぶクオリティは変わってます変わってるというか上がってますのであのその当時のね噂をこう気にしているとしたら今のドカティの品質っていうのはもう全然違う感じなので安心していいんじゃないかなと思います。はいまあ、あの例えばねそういうい変な 設計上の、あのー、キ,ャキャブがウェーバーかよみたいなウェーバーかよデロルドかよみたいなね、あのー、からくるような不具合っていうのはもう間違いなくありませんのでなんかドカティが壊れるみたいな、ね、印象っていうのはもうもう本当過去のものだなというふうに僕は思います。はい、で、ね、それよりも非常にそのイタリアンなこのデザインカラーもそうなんですけども非常に色いいですよねでデザインとか設計も大変に独特です。あのー なんかねイタリアでのイタ,イタリアじゃないオーストリアだすいませんえー、お、うんドカティってごめん俺オーストリアじゃないわイタリアでしたすいません KTM と混同してた取り直す勢いですねでもこのまま行くよはい <laughs> イタリアのデザインはあの非常にこう独特なんですねあの独特というか非常にこうこう美観を重視するものですでトレーニングマシンとかでもあのイタリア でブレ,ンブ,ブレンボじゃない、えーと、あれ、ビモータもあるようにですね、パイプフレームになっています。 はい、パイプフレームでこう溶接してくっつけてあるやつですねこれ非常に高い技術が必要で強度もあるそして軽量であるというところがポイントですね。はい、すみませんさっきね KTM の話出しちゃったんですけどもあのまあヨーロッパ全体のバイクメーカーとしてあのイタリアもそうですしあのドイツでもあのそうなんですけどもやっぱ一時ねものすごいオフロードバイクがねあのメインカテゴリーだったシーズンってあるんですよ。BM ななんんかかじめからそんな感じでしょ なので、あのまあ、話の筋としては間違ってないと思うんですけどすみません、もう完全にオーストリアって言っ,たら言ってたな、だめなのもう最近、KTM のことばっかり考えすぎだわ。 はいえー、というわけで、えー、ドカティスクランブラーですね、えー、いかがでございましょう、これ、ピカピカです、大変に綺麗で、これはもう僕があの青森に行って買い取らせていただいてですねでその時に出会った八千というお酒が大変にお気に入りで、えー、もう一回、青森に行きたくてしょうがないという病気にさせてくれた1台でございますので、えー、もしですね、えー、皆さんお気に召した方いらっしゃれば、えー、ご募約いただけると幸いでございます。はい であとこれ私事なんですけど、あのえっ、ー、とね本当、今週ぐらいだったら大丈夫、今週ってっ、えー、と今日,日曜だから土曜日だからあの次の週ぐらいだったら大丈夫なんですけどもあの月の後半になっちゃうとですね、えー、ホワイトベース、来月、改装工事を控えておりまして、えー、納車、まあ、その間ちょっと作業ができないですねあの納車そのものがずれ込む場合がございます。えー なるべく頑張るんですけどもなるべく頑張って台数減らしたいところなんですけども、はい、なのでそのあたり相談いただければ頑張って早くやりますのでよろしくお願いします。で、はい、ではではすげえ寒いこの中